一応なんか出てるけど、10メートルちょいぐらいのところにね。なんでしょう。最近浅いところが多いから、まあこれぐらいでも深く感じるよね。20メートル以下のところが多いね、最近ね。3。一応、反応があるところでね、来ました。そう。ドラグは出ない。そんなに重いドラグじゃないと思うんだけどね。よっしゃ。あ、嬉しいな。レンコだ。やりました。レンコだ。ね。綺麗ですね。おー、美味しいです。だいぶ追ってきてね、今。だいぶ上の方まで追ってきて、何回かついばんで、来ました。さっきよりは引きは強いけどね。なかなかですよ。あ、今すごい見えてる。これアーモンドかな。あんまり大きい魚がいる気がしないけど、投げてみるか。よし、射程。今日初めてですよ。なんかいるよ、下に。おい、なんかは食ってるかな。あ、おるおるおる、前におる、前におるよ。おお、いい感じ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 。これでかからないと。嘘でしょ。おお、いい感じよ。そこ一番いいとこ入った。マジか、これでかからないのか。嘘やろ。超絶ですよ、今。超絶。いいとこ入ってる。あれ、来ないよ。あかんか。ちっちゃいやつか。ちっちゃいやつなのか。久しぶりにかかりました。落ちてる時にね、もうかかってました。なんかね、これ、あら、アジ。安売りのジグでかかった。安売りって言ってもいいジグなんですよ、これ。シマのね。でもなんか、これも半額で半額もっと安いかも。5、600円やったような気がするんだけど。そんなんしか、そんなんばっかりね。やった、今日初めて使ってね。おー、これ初めて使って初めて釣れたよ。すごいね。おお、やった。なんかちょっとマグチっぽくなかった今。やった、マグチや。やった。うは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 、うわー、すごいな。ちょっと最近釣れてなかったマグチが釣れました。
やったね。この前初めて買ったね。これ安かったんで。ジグ。シマノの、なんていうんかよくわからんけどね。65g のね、やつで来ました。嬉しいですね。この夏から秋は、ちょっと少なかったんですけどね。釣れました。よかったです。新しい買ったルアーでね、釣りました。ハサミも新しくしましたね。これ100均。すごいいいです、これね。全部、魚に吹き飛ばされてね。いいハサミ、なくなっちゃったね。100均で買いました。セリアだったと思うんだけど。セリアの、これは植木バサミ。剪定バサミ。ね、すごいスパッとね。力も入れやすいし、すごい今のところね、まあ、2、3回使って、よく釣れます。とか最近変えたのはね、最近ちょっといろいろ使ってみようかなと思ってね、安い半額ぐらいのやつをね、使って今日これで、釣れました。それからバケツをちょっと改良しましたね。ここね、ここ。ここ割れてたんで、もう切ってね。ただ、ちょうどこの、なんていうか、ね、こう、どっちに行ってもいい感じで、ロッドホルダーとしてね。使い勝手がいいです。まあ、そんなところですね。最近変わったことといえば。シマノだけど廉価版ジグ。純正のフックしかついてない。もともとね、フロントダブルフックがついてるんですけど、だいたいリアも欲張りなんでリアもだいたいつけるんですけど、今日はつけてないんですけどね。まあ、でっかい立派なね。うわ、何これ。でっかいフックが2つついてます。ね。やった。やったで。うわははは。頑張れる。キアラ。まあいいサイズだと思うけどね。これだったら30ぐらいかな。30以上あるような気がするけどね。今日ね、レンコダイ焼いてみたんですけどね。ちょっとなんか、焦げ付きがね、網、なんか油引いた方がいいんかな。なんか焦げ付き。で、身がやばいですよ。ボロボロになってね。うわ。でも、すごくいい感じ。うまい。くらいてん。これうまいね。これが生の状態。すごいけ。今日はね、これ。オリオン名護ビール。ペレール。ね。これ限定でね、なかなか手に入らなかったんですけどね。まあ、近所の、あれ、なんかね、スーパーじゃないわ。何?コンビニでね、売ってたんですけど。これ、美味しかったですね。この夏ね、まあまあ飲みました。行ってみたいと思います、今日は。最高でしょ。この色がちょっとね、まあペールエールですから。まあ、ちょっと濃い感じのね、なります。うまい。
すごいでしょ。これね、まあ、画像だけで申し訳ないんですけどね、この香り、この香りがね、もうすごいですね。すごいいい香り、今してますよ。やっぱり なんだろうね、この皮が焦げる、皮と身の間のやっぱ油かな、なんかね、すごいね。すごいですよ。すごいしか言ってないよね。もう泡なくなっちゃったけど、このね、この色すごいでしょ。もうこの色見ただけで美味しそうでしょ。いやー、これも良かったですね、今年ね。美味しい。あ、すごい、味がすごい濃い。うまい。いいでしょ、ミンシチリン。もう最高ですよ。今日一人なんですけどね。もう猫ちゃんもね、今日はこたつに入ってね、出てきてくれないんですけど。これどう思いますか？これレンコダイよね。昨日釣ったレンコダイの。釜。ね。いやー、最高やね、ほんと。もうすごいいい匂いしてるんですよ、これ。うん。もうちょっと焼いてみようかな。これはもういいでしょう。ね。これ。うん。うわ、熱い。今日はね、もう一つ、この、香草焼き、こちのね、香草焼きを作ってみました。すごく、まあそのまま食べてもね、こちって美味しいんだけど、いい感じ。ちょっとトマトがね、入れたかったんだけど、トマトなかったんですよ。ね、これうまいと思いますよ。これこちのね、オリーブと、塩コショウ、バター、ニンニク、間違いないでしょ。ね。うまい。すごいうまい。もっとバター浸しちゃう。マゴチなんですよ、これね。これがなんかね、わからんけど、なんか超でかいニンニク。なんかあんまり臭くないらしいんですよ。うわ。美味しい。ニンニクはすごい美味しい。すごい美味しい。ちょっと身が締まるけどね。まあ、それはそれで美味しいね。美味しい。